ちょうだい。1時間後、うん、1時起き、1時半で2時出航。おふん、僕は4回取り組んでいけたね。修理2、3、5、今の有名な例の投資は、うん、会社名前変わってまた、うん、この何変わってんの、投資は何違いかあるな。これ東芝メモリーズデバイスです。東芝途中期デバイスです。それはまあ変わるのか。一番儲かってるところ手放したの？山田手放した。もう決定やろ？うん。あるね、手出すから。まだだけど、まだ原子力でいける思てるみたいで、東芝の上の方、いまだに。まだ思てるらしいで、どうやら。いやなんか言うてたで、アホちゃうかいよ。そう、東芝が手出したのは、あれ、国策やるからね。世界中があかん言うてんのに、東芝だけやる気になって、わざわざ会社買うて、アメリカの会社買うて、アホちゃうかいよ。言ったもん、うまうま言うてんやんか。よかった、早くて言って。はじめは。あれが通ってんの。国の審査が。もうなくなってしまった。なくなったこと。ラッキーはあの、あれさ、川崎の、あの飛行機、あの飛行機以来やんか。そうです。先生、なんかいろいろもらってる。あと上からじゃあ、先生とあの、あの、ヤシキ、あの、ヤシキのな、あの、いきなりおいしかった先生から、おらーいって、俺から下降りてたやんか。何回も言ってるけど、これが、いきなり待ってくれてんけど、ダチョウの卵で取ったやつ。今日喋って、もっとヤシ食うわー言って、しばくロビしまったら、じゃあ行くねーって、ヤシはもう出てるよ。冷てぇなぁ。あれかな、俺らはな。あ、でも、上から見たよね。上から見たよね。なあれからな、課長が行ってな、もう、一番スタートを下がってるけどね。間違いに変わったんだけど。こっちは遠平議題な。神戸市民だった。本棚的なところ、あ、それぐらいの最大話がいいになってるんやけど、しんどいかってずっと止まってる。あのほらやってるところ、福岡と宮城の違いが知ってる？分かんない。あるかな、なんかじゃあ思ったんだけど。分かんない。何？そうなん？耳がどうなの？そうなの？袋を守るやん。の耳ないわけじゃないの。まんまるこれが耳じゃない。耳バネは羽がこうなってる。耳の穴は耳の穴になるけど、耳がついてるから耳がついてるから。岡山、ありがとう、おいしくいただくわ。岡山、フラフィキやな。これが来たんだ。おかしいな、同じ看板見て、同じ人を見て、同じ人で感動したはずなんだけどな。また行きたいね。こっちはありがとうございます。乾杯。乾杯。乾杯してへん。乾杯。お疲れ様でした。エイプリルフールお疲れ様でした。おっちゃん、昨日の雨が辛かった。
友人も言うてたやつ、友人出る言うて、15日出るなんか。でも僕はステルデルフィンだって言われてたんですよ。どっかの国会議員の国会議員に有名人が司会議員ですか。ああ、よかったね。よかったな。なんかほんまに言うじゃないですか。ステルデルフィンがあるんですけど。誰？ステルデルフィン。プロレスラー。レスラー。前まであそこにおった、大阪プロレスのイルカの柄のついたマスク分かれへん。もう五輪の自転車の代表の人も、この人がなんかトンネル走らせてもらいました。あ、ほら、自動車専用道路ぐらいあるよ。原付通られ。30メートルだけ、バイパスと中央の平和線があって、電車降りて降りてって言ったまま、そこだけ、朝バイパスから、車両線に行って、誰が降りんねん、そんなのって。そうだ、あのラーメン倉庫はやってんかい。ラーメン倉庫倉庫倉庫ラーメン。みかん農家やねんけど、農家機だけラーメンやってはんねん、日曜日限定で。そこがあの店やねん。そこおいしいのかな。社長のコンビニにこれ、あの川島の鳴門の道の駅のとこ行ってんけど、あのレストランえらい料理レベル上がったね、昔より。あれのうちの方、あの渦潮のあの橋の横の、あの向こうのあの下の方、あの一番橋に近いとこ。魚料理うまかったわ。なんかあの高速降りた後食べて、ホテルに行った橋から道の駅ね。南部の方の。だから淡路島、さくらんますかなんか。そうそう、養殖しとる。こないだテレビで言うとった、言うとった。さくらんます美味しいわ。お母様だもん。こんな大きいね。さくらんます。さくら、あの養殖始めてさ、名物で養殖始めて、あの玉ねぎレタス、玉ねぎで続くもんよ。今レタスに続いてさくらマス、マスって鮭と一緒やから、鮭よりちょっと早いね、うん。で他で言ったらな、鮭の前はあれ食わしてくれんねん。だからさくらマスは結構食わしてもらったことあるから、よく分かる。こんな大きいもん一匹。
いや、その奥方の淡路島があんのかとか知らないけど、北海道行ったら来ないんじゃないかな、まあ、あの天然でおんねん、河原に、川にね、遡上してくるとかあんねんけど、見たことあるねんけど、わ、でっかと思って。海まで降りたら鮭に乗って、海に降りへんかったら、ますみなの。ほんまかい。もう、竹松のなんか、分類ってめっちゃ難しいらしい。何年かと死んでとったのによう調べたら仕事なんかあんねやろ、海に行ったらなんとかで、山に行ったらなんとかって、海に行ったら大きくなるとしては大きくなるけど、川にとどまったら、その前、小さい山前何やったかな、これ岩なりなんでしょ、何かが山目で、海に行ったら何やらや、山行ったら山目で、何やったかな、この間言うと陸風車とかいらお腹はお茶ありがとうございます。本当お茶いただいたお茶を。で、待ったの？これお腹だよ。これあれ内臓これパワーで。これとも電動。電動が出る。出んの？あ、どん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 。全然どんどん進んでるね。明日までいいかな。どんどん通しなって。あのね、やるやん。絶対体の調子ようなる。大根はしたら。絶対体の調子ようなる。びっくりするで。あの、こんなに体調子ようなるか思う。で、トレーニング全然しんどない。トレーニングはね、実はしんどない。で、体の調子が良くなる。食べるもんの選定がしない種類の義務だけや食うのは食え言えるから食う量減らせとは言われへんから食えっていっぱい食えって言われる糖質とだから食べる種類の義務せって言うだけやあれをこれは食うなって糖質と穀物類を取れへんかったら何食うてもええっていうのがライザーでもおいしいのね甘いもんお豆腐とご飯が食べたい。あ、あれいいですか。一番食べたらあの白米。炭水化物食うだろ。炭水化物。だから、パン食べられへん。ご飯、キャンベル類、ご飯、小麦粉結構ある。スパゲッティは絶対あかん。やだ。お蕎麦食べれる。やだ。蕎麦は10割やったら OK。蕎麦蕎麦や。そう。黄色い蕎麦はあるけど、うどんもだめ。うちじにするよね。あのここここさんに無理。でもね、はい白米食べないと無理。こんなに体変わるんやって思ったら楽しくなる。一回あの、自分の細い体見てまうとや、しまってる体見てまうとや、あのね。珍しいやつ。めっちゃ楽しくなる。休むのよ。あ、休む。そういうこと。休む、絶対休む。どこからやろうな俺は内臓脂肪が落ちたと思うだいぶ一番最初に来たら食欲や食欲はめっちゃあるよめっちゃ食べてるけど15分ぐらいしか経ってないのか。あれ違うわ。やつは今さっきやった。最近やってないけど今やっとった。うん、今さっきやってた。じゃあ。